どうも、あいちです。今日はですね、2018年6月1日に今撮影して、投稿も今日してると思うんですけど、今日から、ちょうど6年前、2012年の6月1日がですね、自分の YouTube 初投稿の日になります。だから今日でちょうど6周年ですね。まあ7年目に突入するわけなんですけど、まあそのね、6年間振り返ったところとか、まあいろいろもダラ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 ちょっと話していこうと思うんでね、まあちょっと長くなるかもしれないんですけど、しかもまとまりがない話になるのはもう目に見えてるんですが、よかったらね、もう今日金曜だし、ね、金曜だしもおかしいけど、よかったらね、お付き合いください。で、まあどっから話そうかな、まあひとまず、やっぱ伝えたいことはですね、まあ6年経ったわけですよ。もう27だった、27歳が青年と言っていいかわからないですけど、27歳だった青年もですね、33歳のおっちゃんにもなりまして、まあ、だいぶね、初期の動画見ると全然も違うわけですよ、若さが。うん、まあ、そんな風にそれだけ時が経ったんですけど。で、まあ、そう6年経って今、ちょうどちょっとね、まだ今の撮影してる段階だと言ってないんですけど、もしかしたら今日、中にね、ちょうど40万人登録者が行くかもしれないっていう数字になってる。ただ、金曜日はですね、自分登録者が全く伸びないっていう、もう決まってて、ずーっとそうなんですよ。金動画伸びないんですよ、うちのチャンネル。まあ、勉強しないよね、みんなね。そう、それは気持ちはわかるんだけど。だから、微妙なとこなんですけど、もしかしたら、まあ、今日ね、夜ちょっと生放送を、久しぶりに YouTube ライブでやりますんで、まあ、YouTube ライブの時に、行くなんていうね、奇跡が起きたらいいなと思ってるんですけど、だいたいその辺は持ってない男なんでやらかすとは思うんですが、まあまあまあ、そんな感じで。まあ、ひとまずよかったらというか、まあ、6周年っていう記念と、まあ、40万人記念がちょうどいい感じで被ったんで、まあ、振り返って喋っていこうかなと思っております。で、まあ、ちょっとね、話がそれ出ましたけど、まあ本当ここまでね続けてこれたのはね、こうやって皆さん、まあ今見てくださってる皆さんもそうですし、まあ自分のチャンネルはその、まあ、学生向けのね勉強チャンネルなので、まあ対象がなくなれば、特にまあ高校を卒業すれば見る必要がなくなりますし、まあ高校生のうちでも文系に行ったらね、数学使わなくなれば見ることはなくなると思うので、まあいつかこう、まあ卒業していくっていうこともあれですけど、まあ見なくなる。でもかつて見ていただいた方もたくさんいらっしゃるわけで、だから今見ていただいてる方もそうですし、まあかつてね見てくださってた方も含めて、本当にね皆さんのおかげでこうやって続けてくることができました。本当にありがとうございます。で、まあ、振り返った思い出話をね、たらたら話しても面白くはないと思うんですけど、ちょっとですね、この前、自分東京学芸大学っていうところを、まあ、卒業してるんですけど、たまたまね、そっち方面ちょっと仕事に行くことがあったんで、ちょっとこう路線をね、電車をちょっと路線乗り継ぎを変えて、こう行ってきたんですよ。卒業以来行ってないので、約10年ぶりに、学芸大に行ってきました。で、まあ、その当時のことを、まあ、撮影もしたんでね、ちょっと、もし、まだチェックしてないんですけど、まあ、取れ高がある程度行ってれば、その、なんだろう、学芸行ってきたよ、みたいな動画をね、後でアップしようと思うんですが、その頃のね、大学生の時の、まあ、自分を思い出しながら、こう、いろいろ思ったわけですよ。で、大学の時からもちろん自分は学芸行ってるんで、まあ、教師になろうと思って学芸大に行ったんですよね。で、教師に、その大学卒業してストレートでなるのをやめようって思ったのは、大学3年の時にもうやめようと思って、就活をしようと、教員採用試験を受けずに、就職活動をしようって決めたのが、大学3年の時なんで、そこで進路を変えてしまったんですけど、でも、その進路を変えた理由も、結局は、その教師になると永久就職なんで、基本的に教師になったらずっと教師やるから、みんな定年までね、やる方が多いので、で、その永久就職してしまうと、学校のね、その、いた時に、子供たちというか学生のみんなにさ、まあ、将来の夢を持てよとかさ、大事だぞとかさ、いろいろ言うわけじゃん。言うけどさ、いや、自分、先生しかやったことないし、みたいな状況がちょっと納得がいかなくって、だったら、社会の厳しい仕事をちょっと経験したいと。で、先輩に、その、きつい仕事なんすかって言ったら、飛び込みの営業、だからみんなのピンポンする営業あるでしょ。まあ、あれってやっぱきついんだよね。で、それを言われたから、それやろうと。自分の経験もそうだし、修行にもなるし、自分自身のレベルアップにもなると思ったから、なってで、営業マンを1年じゃないね、7ヶ月ぐらいやって、で、ちょっとね、体調崩しちゃってドクターストップかかっちゃったから辞めることになって、で、まあ、その後に、塾講師やって、独立して、今のこう YouTube やってるみたいな、まあ、仕事もしてますけど、っていう形に今繋がっていくんですよ。で、まあ、当時の大学の時をこう思い出して、で、あの頃からもう教育に身を捧げるっていうのは決めていて、ただ教育に身を捧げる形はいろんな形があると。別に学校の先生だけが全てじゃないし、で、その子供たちのためにっていうね、その学生のためにっていう思いだけは、その情熱だけはね、すごく誰にも負けないっていう自負があったの、その頃からずっと。ただ、その方法とか、そのなんだろう、技術とか知識に関してはもう皆無で全然なくって、ただ情熱だけが持ってるみたいな学生だったんだよね。で、まあ今も別にそんなね、知識とか何もないんだけど、そこまでは。
ただやっぱり今も昔も変わってない、まあ、変わってないというか強いて言うはね、やっぱりその情熱に関してはやっぱ強くなってるし、そこに関してはでもやっぱりあの頃の状態というか、大学の時にすごい悩んだんだよね。将来のこと悩んだりとか、自分って何なんだろうとか、自分って人のためになるのかなとか、自分って生きてていいのかなとか、そういうことを悩んでたりした時期もあったんだけど、でもそういうなんか悩みも含めて、それを全部こう辿ってきて、で今があると、そう思った時に、だからまあ悩んだこととかさ、苦しんだこともたくさんあったけど、でもそれもやっぱり間違いじゃなくって、必要じゃなかったかって絶対そんなことない。必要だった。あの時間があって、あの時間をこう向き合って耐えたからこそ今があるって思うと、なんかこう、過去の自分ね、当時はさ、その、悩んでる当時は辛いんだけど、でもやっぱ振り返った時に、あ、よかったな、よかったなっていうか、間違ってなかったなっていうのをすごく感じる。で、自分の、まあ、みんながみんなそうではないけれど、こうね、動画を使ってくれてるユーザーのみんなの中には、やっぱりその、勉強以外の面でさ、その、子供、友人関係とか、家族関係とか、将来のこととかわかんないけど、まあ、悩みがあるじゃないですか、多かれ少なかれ。でも、まあ、悩み相談受けたりもするわけですけど、やっぱ悩んでる時って悩み、それはもちろん悩んでるわけだから苦しいし、で、もしかしたらそれが行き過ぎるとちょっと死にたくなったりとかする子もいると思うんだけど、でもやっぱり声を大にして言いたいのは、そこで絶対諦めてはいけないし、そう、死んではいけない、絶対に。絶対死んではいけない。で、まあその、死にたくなる気持ちはわかるけど、でもそれを耐えて耐えて耐えて、何年か経って、まあ何ヶ月か何年かわかんないけど、振り返った時に自分みたいにこうやって話せる時が来る。まあ誰かに話すかどうかはまあ置いといてだけど、うん、って思ってさ、やっぱりそれを伝えていくのも自分の役目だと思うし、それでね、聞いてさ、いや、そんなこと言ったってさ、って思う子ももちろんいるだろうし、でも、もしかしたら100人に1人か2人か3人ぐらいは、そっか、頑張ってみようかなと思ってもらえればさ、これを話した価値もあると思うんですよね。そう。だから、まあ、自分は、結構周りの人にも言われるんですけど、まあ、33にもなってさ、結構悩んでることとか、こう、不安ですとか、言うの、結構動画とかでも言う、ちゃうんですよね。まあ、ツイッターとかも言っちゃうんですよ。昔よりはちょっと言いにくくなった感もあるんで、ちょっと減っちゃいましたけど、でも言うようにしてるんですね。そう。それはなんでかっていうと、どうしても大人になればなるほど、こう、悩んでる姿って見せにくくなる。だからみんなが、お父さんお母さんとか、特にお父さんとかかな？わかんないけど、やっぱりなかなか見せないんですよね。悩んでる姿とかっていうのを、見せにくくなるとか、まあさ、プライドとかそういうのもあるかもしれないんですけど、でも自分は見せていいんじゃないかなって思ってるタイプなんです。これはまあ賛否両論あると思います。でもなんでかっていうと、その悩んでる姿とか苦しんでる姿とかも見せますと。見せます。でも必ずセットにしなきゃいけないのは、それセットプラス絶対諦めずに一歩前に踏み続ける、踏み出し続けるっていう姿はセットで見せればいいと思ってる。悩んで、あーもう無理。あーもう絶対だ。もう俺無理っす。もう動画撮んないっす。やんないっす。みたいな。そんな見せたら意味ないじゃん。それはダメだと。と。でも自分の中では絶対歩みを踏み、なんだろう。進め続ける。どんなに苦しくたって一歩を前に足を出し続けるし、その姿を見せていくっていうその覚悟があるから、じゃあそれも含めて見せていければいいんじゃないかなって思うんですよ。そう。だからまあそれはね、結構言われるんですよ。やっぱりいろんな人に。そう。特に今見てくれてる方が増えてきたら、そういう方もいるし、特に大人の方に言われるんですけど、どうなのあの姿は。あの動画はどうなのとかね、言われることもやっぱ多いんだけど、でも、俺は間違ってないかなって、そこに関してはね、そう思ってて。まあもしかしたら今後ね、変わっていくかもしんないんですけど、まあまあそんな風に思っております。でも、そうやってやっぱり力強く自分が信じた道を進めるのも、まあ最初に話したようにみんなのおかげだし、みんなが、こう、勉強動画を見てくれて、で、まあ分かりやすい分かりにくいね、動画によってもあるだろうし、人によってもあると思うけど、でも、成績上がりましたとか、受験受かりましたっていうのをね、こう、コメント欄で言ってくれたり、ツイッターのリプで言ってくれたりとか、分かりやすかったですで言ってくれたりとか、で、あとは学校の授業が楽しくなりました。まあ、勉強関係で、前向きなこと、プラスのことがたくさん起きましたっていう報告をくれると、それによって、あ、自分がやってきたことは間違ったことじゃなかったんだなっていうのをやっぱ思わせてくれる。で、そもそも活動を始めた頃っていうのは、めちゃくちゃもう、叩かれたっていうか、まあ、前も話したけど、YouTube で勉強なんてありえないからっていうのをめちゃくちゃ言われてたの、本当に。登録者が本当10万とか行くまでは、すっごい言われてて、そう、メールでね、しかもなんかこう名前を名乗らない人間からさ、わーわーわー言われるわけですよ。でもそんなんもありましたけど、でも、まあ、それでも、絶対こう、まあこうなるというか、それがスタンダードになっていく、そうやって日本の教育は変わっていくとか、絶対必要にそんな存在になっていくと思ってたの。こういう教育っていうのは。
で、まあ、まだね、それは証明しきれてないけれど、でもあの頃よりは確実にね、今こう、日本の学生の中でちょっとずつちょっとずつ浸透していったっていう自負はあるから、まあ、それも、やっぱりみんなが間違ってなかったんだよっていうのをみんなが示してくれる。で、それを示してくれたから、じゃあ次も頑張ろう。まだ続きを取っていこう。違う科目も頑張ろうって思って。で、結局今動画さっきチェックしたら、今、勉強動画、まあ、勉強動画っていうか、このとあるとこが授業してみたっていうチャンネルには2666本かな、今の段階だと。動画があるらしいんだけど。まあ、こうやって続けてこれたっていう感じです。なので、まあ、今回ちょっとまあ、ほんとダラダラもう10分で話しちゃったけど、すごく伝えたいことは、みんなにもね、自分がね、俺がじゃあ動画を始めた頃にこうなってたいとは思ってた。まあ、思ってたけど、じゃあこうなってるかっていう自信はなかったし、で、想像してなかったようなこともたくさん起こってるわけよ。昨日と一昨日って俺、東京にちょっと会議を行ってきたんですけど、で、別の企業さん、ある企業さんとある企業さんと今ちょっと仕事をしていて、で、正直多分片方の企業さんは絶対みんな知ってる。っていうぐらいに有名な企業。で、片方も関東の方だったらもう絶対知ってるような、本当に有名な、あるね、ちょっと企業さんと今仕事をさせてもらってる。で、そんな企業さんとね、仕事できるなんて思ってなかったし、で、かつて俺リクルートさんと仕事したりとか、まあね、本当有名な企業さんに声かけてもらったりとか、もうそんな姿も想像してなかったの。大学生の時に俺なんかもっと想像してない。YouTube で授業してなんて思ってもないし、絶対に。そう。でも、やっぱり、自分が信じたことで、いろんな方に否定されるし、いろんな人にこう邪魔をされるんだけど、もちろん。でも、それでもやっぱり信念持って続ける。大事なことは継続だから。継続していくと、そのうち応援してくれてる人が、応援してくれる人が、支えてくれる人が出てくる。そう、と思うの。で、みんな、今みんな自身がさ、夢を持ってなくて悩んでる方も多いと思うんでね、それはいいんだって。夢を焦って見つけるもんじゃないから。でも、じゃあ夢を持ってないんだったら、夢を見つけるためにどんな仕事があるのかなっていうのをやっぱり調べるっていう行動を移すことは必要だと思うんだよね。待ってたって誰も知識はくれないからさ。で、その、夢を持ってて、それをまあ夢がさ、その言いにくい夢もあるじゃん。例えば、まあ例えばアイドルになりたいとかってやっぱ言いにくいよね。否定されやすいから。声優になりたいとかもそうだと思うんだけど。でも、本当にそこに情熱があってやりたいと思うんだったら、やっぱり言わなきゃいけない、夢は。絶対公言しなきゃいけない。人に否定されるかもしんないけど。そう。それは大事。なぜかっていうと、公言しなかったら応援してくれる人集まんないんだよね。だって知らないんだもん。あなたがこういう夢を持ってるってことを知らないんだよね。もちろん、知らないからこそ否定されないっていうメリットもあるけど、でもね、やっぱそこはね、力強くね、前に踏み出してってほしい。で、これからみんなが、おそらく夢だけじゃないけど、やっていくことに関して邪魔をされたりとか、否定されたりとかすることもある。あるけれども、そこに関しては、そういうもんだから、100人いたら100人好きになってくれる。100人いたら100人人に応援してもらえることなんて絶対にありえないの。生きてて。そう。だから、その否定された時に、じゃあそれをどう処理していくか。ね、そこを、受け流す力ってやっぱ必要な力になってくるから、そういう風にね、やっぱりこう、自分の信じた道というか、自分が歩もうと思った道を、胸を張ってね、頑張ってほしいの。成果が出ない段階でも、そう、初期の段階でも。で、それが何年かだって、そのね、頑張って、何も成果がない時に胸を張るなんてすごい苦しいし、はぁ、あいつ何バカじゃないのって言われるわけよ。そう。でも、それでも、やっぱりね、頑張ってほしいし、まあ、実際ね、ネットの関係だからさ、俺がこう、ああだこうだ言えないんだけど、もし、そのみんなの夢を知れるんだったら、それは俺応援したいと思う。もちろん、応援したい夢だったらだけど。ね、例えば、まあよく例えに出すけど、人を殺したいとか言う人には絶対応援なんてしないでしょ、俺は。そんなアホかって思うからさ。それはやっぱね、極論で言うとないけど、でもやっぱり、みんながその情熱を持ってね、本当にやりてえって思ってることだったら、応援したいなと思うんですよね。だからみんなもいろんなことがこれから人生あると思うし、俺自身もきっとこれからいっぱいいろんなことがあると思うんだけど、なんか頑張ってほしいなっていうか、そうなんかね、こう続けてほしい、継続してほしいなっていうのをすごく思います。はい、ということで、ちょっと何分ですか、やばいですか、あ、すいません、13分ですって申し訳ない、14分かちょっと長く話しちゃいましたけど、本当ね、まとまらない話になっちゃったんですが、まあ最後に本当ね、6年間ありがとう、6年間ありがとうございましたって言うと終わりそうだけど、続けますけどね、6年間本当にありがとうございました。で、7年目になって、まあ特に変わることはないです。はい、ただ、やっぱりね、勉強っていう単元で、これが多分 YouTube に勉強動画がこれから増えていくと思います。で、もしかしたら YouTube っていうのはエンタメ要素、面白いことが正義みたいな流れがあるでしょ？で、あるから、その教育の動画も面白いことと連動させてってことも出てくると思う。思うし、そっちの方が受けがいいと思う。きっと YouTube を見て、普段見てる子だったらそっちの方がこう、掴みやすいと思うんだけど、でもね、やっぱり勉強っていう単元は締めるとこを締めるっていう、でもメリハリが大事だと思ってるとこなので、
まあ自分らしく、勉強動画をこれからもね、投稿して、まあ一人でも多くの方が勉強っていう、そのね、教育っていう分野で、笑顔に子供たちをできるようにこれからもね、頑張っていきますので、7年目の配置もね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、という感じで、長くなりましたが、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。本当にね、喋りたがりおじさんでごめんなさい。いつも長くなっちゃうんですけど、まあなんかね、ちょっとでも、一個でもね、なんか感じてもらえたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃ、またね。